ジョンドラマにマハマはガーナの政治家。2012年7月から2017年1月まで同国大統領。2009年から2012年まで副大統領で、ジョンあったミルズ大統領の死去に伴い2012年7月24日に大統領に昇格した。同年12月の大統領選で当選後、大統領としての一期目を開始した。通信の専門家、歴史家。 作家でもあり、1997年から2009年まで国会議員、1998年から2001年まで通信省を務めた。農山州ボレを本願とするゴンジャ族として、第一共和制の同州、ダモンゴに生まれる。富裕な米農家で教師でもあった父のエマニュエルアダマ・マハマは、西ゴンジャ選挙区選出の初代国会議員で、 クワメエンクルマ政権下の第一共和制で、ノーザン州の初代長官を務めた。また、ヒラリマンの第三共和制では、大統領の上級顧問として仕えた。マハマは、アチモタスクールで初等教育を受けた後、ノーザン州タマレにあるガーナ中等学校とレゴーンのガーナ大学に進み、1981年に歴史学の学位を、1986年に、 コミュニケーション学の準修士号を取得。ソビエト連邦のモスクワの社会科学研究所に留学し、社会心理学を専攻した。学業を終えた数年間、マハマは中等学校で歴史を教えた。モスクワ留学から帰国すると、1991年から1995年にかけて、アクラの日本大使館に情報文化調査担当官として勤務した。 それから反貧困の NGO プランインターナショナルのガーナ事務所に移り1995年から翌年まで勤めた。1993年には日本の外務省が開く海外広報専門に研修コースに参加している。ナイロビのプランインターナショナルが組織する経営開発コースにも参加した。1996年、マハマはボレ。 バンボイ選挙区から4年任期の国会議員に初当選した。1997年4月、通信副大臣に任命された。1998年11月に通信大臣に昇格し、国民民主会議が親愛国党に政権を明け渡す2001年1月まで在職した。2000年の選挙では亡霊、バンボイ選挙区から再選され、2004年にも参、選された。 2001年から2004年まで通信担当の野党院内報道官を務めた。2002年には NDC の通信部長に任じられた。同年にはジンバブエの国会議員選挙における国際選挙監視団のメンバーにも選ばれている。国会議員として議事規則委員会のほか国会内の交通、産業、エネルギー、通信、科学技術の各委員会に所属した。 1997年4月から1998年11月まで、マハマは通信副大臣を務めた。通信省の在任期間中は国家通信庁の長官も兼務し、1997年に規制が撤廃されたガーナの通信部門の安定に重要な役割を果たした。ガーナエイズ委員会の創立委員や2000年の国家人口調査実行委員、 付加価値税再導入に関する広報委員会の副委員長も務めた。国際関係に対する関心と関わり合いは拡大し続け、2003年に反アフリカ会議の議員になり、2011年まで西アフリカ地方委員会の副委員長を務めた。ヨーロッパ、反アフリカ会議の協力担当委員でもあった。さらに、2005年には外務担当の野党報道官に任じられた。 ガーナの紛争解決に関する国連開発計画の諮問委員は現在も務めている。2009年1月7日、マハマはガーナの副大統領になった。この立場で国家経済監督班や軍統合評議会、地方文献実行委員会と警察委員会の代表を兼務することとなった。ジョン・アッタ・ミルズ大統領が死去した2012年7月24日、 ガーナの憲法の規定により、マハマは大統領に昇格した。すべてのレベルの政治的役職を歴任した初の大統領である。国会における先生で、彼は次のように述べた。我が国の史上最も悲しい日です。国中が涙に沈み、皆深く悲しみ、動揺しています。私、個人も打ちひしがれました。父を、友を、死を、 そして先輩を失ったのですから。亡き大統領のため、ガーナは悲しみで団結しています。これにより、マハマは1957年3月6日のガーナ独立宣言後に生まれた初の同国の国家元首となった。比較的若いマハマが指導者となったことは、拡張的な性格を帯びた古いアフリカ政治から21世紀の近代民主国家が直面する、 気候変動や食料安全保障といった難問と向き合う用意のある革新的で企業精神を持った独立後生まれの新しい世代へのパラダイムの転換を象徴している。国民民主会議は2012年8月30日に特別全国代表会議を開催し、マハマを同年行われる大統領選の候補者として承認した。唯一の立候補者であった。 マハマは投票総数の99.5%に当たる2767票を得た。マハマは前大統領の政権下に始まったベターガーナアジェンダの継続を強く推進すると述べた。2012年12月の総選挙でマハマは投票総数の50.70%を獲得し47.74%を得た。 主要野党の市外国党の7アクフォワード候補に3%の僅差で勝利した。わずかに過半数を上回ったため、決戦投票は行われなかった。マハマはガーナの10州のうち8州で過半数を制した。アクラのブラックスター広場で、アフリカの13の国家元首と1人の首相、2人の副大統領、それに全世界の18の政府代表の臨席の下。 就任式が取り行われた2013年1月7日から、マハマの4年間の任期が始まった。マハマの就任後、2012年の大統領候補後、ヤフク大統領候補、マハムドゥ・バウミア、ジェイコブ・オタンカ・オーベラン議長が率いる野党の親愛国党は、不正行為があったとして、選挙結果に異議を唱えた。この申し立てはガーナ最高裁判所の9人の判事が、審理に当たった。 8ヶ月の審理の後、最高裁判所は8月29日に申し立てを却下した。マハマは、ツイッターやフェイスブックなどの SNS で、最もフォローされているアフリカの指導者の一人である。2013年5月、彼は、西アフリカ全域が、イスラム武装勢力の脅威に直面していると述べた。再選を目指した2016年12月7日の、 大統領選挙では53.8%を得票したアクフォアードに対してマハマは44.4%にとどまり落選した。2020年12月7日の大統領選挙にも出馬したが現職のアクフォアードが得票率51.6%で再選されマハマは47.4%で再び落選した。しかしこの選挙には不正があっとして 選挙結果を認めない立場である。ありがとうございます。